ということで、今日は「タイタニック」見てきました。えぐいほど泣きました。私めっちゃ泣いた。めっちゃではないけど、なんかここ泣いていいシーンなのかな、泣いていいシーンなのかなみたいな、なんかちょっと探りながらなんか見てて泣きたかったんだけど、見たらなんか周りから鼻のすすり音が聞こえて、あ泣いていいんだと思って泣いてて、うん、私はそれ、そう、タイタニック見て船もちょっと怖くなったし、なんかやっぱ私泳げないんですけど、余計になんか、うん、海とかちょっと怖くなっちゃったかも。あとは、うん、みんなが苦しくなるよって言ってたのが分かった。苦しくなった。私は怖くなっちゃう人だね、そういうのに。でもなんか、なんか自分が生まれる前の映画を多分見たことがほぼなくて、ジブリとかはあったけど、そう、気になってめっちゃ調べたよね。なんかどれが実話でみたいな。うん、なんか撮影とかどうしたんだろうと思ってめちゃくちゃ気になっていろいろ調べて、でもなんか一回も見た方がいいよっていう理由が分かったし、もう一回見たいなって思って、なんかツイッターにも書いたし、なんか TikTok とかでもいろいろ見てたんだけど、なんかなんだろう、本当に人の欲望、人間の欲望ってなんかもうこうなっていくんだなってのが分かったし、あとはなんだろう、深かった。本当に愛が深かった、すごい。でなんかそういうなんだろう、いろいろ調べててさ、なんかこの人がこのセリフを言わなかったっていうのはみたいな、なんとかかんとかって解説とかがいっぱいあって、なんかなるほどねみたいな、なって、3時間あっという間すぎて、マジでポップコーン半分も食べてない。3分の1くらいしか食べてない。なんかシェアポップコーンペアセットみたいなのにして、友達とって言ってた、そう、マネージャーさんとね、そうってペアセットにしたけど、塩とキャラメルにしたんだけど半分も食べてない。どっちも3分の1くらいだったから、ジュースも全然減らなくて、一番前、初めて一番前座った映画館の、でもちょっと 3D だったから目が疲れちゃったっていうのが本音です。人生初洋画だったかも。チャイルドチャッキーとか見させられたことあるけど、なんか自分の
記憶の中にある洋画が人生初。首痛くはならなかったよ。目が疲れた 3D メガネだったから。あ、でも全然一番前悪くないなって思った。なんかなんだろう、その前に座ってる人なんか動いてるのとかこう気にならなかったから、そう、あ、意外と一番前でもいいもんなのかもって。あ、字幕初だった。でもやっぱ私は漢字が弱いから、なんかちょいちょいこの単語読めないなとかあって、あ、自分嫌だなって思ったんだけど、でも全然話は分かったから。なんかタイタニックは字幕で見た方がいいって言ってた理由がめちゃくちゃ分かった。めちゃくちゃ分かった。なんか TikTok で吹き替えとかが出てきたんだけど、確かに字幕の方がいいってなったんで、なんかよかった、駆け込んで今日。わかんない、吹き替えもそもそも見たことないからあれだけど、全然字幕でよかったです。そうで、私とも友達じゃない、マネージャーさんに、マネージャーさん同い年なんだけど、ね、よかったねみたいな帰り言って、満席だと思う、満席で、で私やってしまったのが、その友達マネージャーさんと帰ってる時に、私あの発した言葉がね、レオナルドのダヴィンチめっちゃかっこよかったって言ったら、ユナちゃんダヴィンチじゃないよってめっちゃ笑われたえ、違うよ、レオナルドダヴィンチでしょって言って、え、だってあの人レオナルドダヴィンチじゃんって言って、違うよ、ディカプリオあ、間違えたって言って、でもさ、レオナルド・ダ・ヴィンチって人いるよねみたいな言って、え、誰だっけみたいな調べたら、モナリザ描いた人でしたそう、レオナルドは頭に入ってたので、ディカプリオってことも知ってたんだけど、頭に出てきたのがレオナルド・ダ・ヴィンチだったから、そう、あれと思って、すごくない、でもダヴィンチの方が有名だから。っていう、ちょっとミスってしまった。え、分かってた、ディカプリオってことは分かってたんだけど、そう、とっさにレオナルド・ダヴィンチが出てきちゃって、え、うん、イケメンだった。なんかすごい分かった、イケメンって言われるのがすごい分かった。なんか、うん、尊いし、え、なんかさ、ちょっとエッチなシーンあるみたいになってたじゃん。なんかもう全然エッチとかじゃなくて、もうなんかうんって感じだった。もうなんかもう二人が幸せならそれでいいよってなんかなっちゃった。全然エッチじゃなかったよ。そう、あ、でもここがエッチなシーンなんだと思ってちょっとウキウキはしたんだけど、でもなんか大人の映画って感じだった。なんか私は結構少女漫画系の恋愛ものしか見ないから、なんか本当に新しかった今日。キスシーンね、長かったね、めちゃくちゃ長かった、思った倍あった、うん、なんか、うん、なんか全部良かった。でその後親友に会ったんだけど、ダヴィンチじゃないあのタイタニック終わってから、で親友誘ったけどなかなか予定合わず一緒に行けなくて、タイタニック見たことないって言ったから説明したら見たいみたいになって、え、借りれるかな DVD で、 DVD で借りて見ようかなって思って、
当に良かったです。でも本当に苦しかったし怖かったっていうのが、まあ、本音っちゃ本音かも。だから見てた時にもずっとなんかこうなった一回ってなってって見てた。苦しくなったけど、でもなんか目つぶったら文字見えなくなるしと思って、もう頑張って見てて、でもずっともうみたいな感じだった。でもなんかそう、なんかそういうなんか展開がなんか全部のシーンが濃すぎて、本当にポップコーン食べてる余裕がなかったです。そうそう、しかも最初にさ、もう分かってるっていうか、そうなんか最初の方でさ、もうそうね、これネタバレなどもういいか、いいよね、ディカプリオは、間違えたタイタニックはいいよね。そう、最初からそのさ、だいたいみんな話知ってるじゃん。じゃあ私はもうネタバレごめんで話すね。うん、そう、あ、いいよね、ダメ、ネタバレいいよね、みんな知ってるよね、だいたい。え、そう、だいたい最初の方でさ、もうあのジャックがもうな、ジャックっていうかそのあのジャックが亡くなってるってのはさ、わかるじゃん。で船がさ、その沈没したのもさ、わかるじゃん。だからなんかその展開がいつ来るんだろうってもうなっちゃって、そうだから結局さ、船の前にまず手錠かけられてさ、一番下の部屋にいたじゃん。で水がさ迫ってきてさ、あ、もうそもそももうここで死ぬのかなみたいななって、まずハラハラして、でローズが来て助けに来て、でも逃げられない、手錠がほどけないからもう一回助け呼んでくるみたいになって、そしたらもうめっちゃ水がさゴボゴボ増えるじゃん。あ、でもここで溺れて死んじゃうのかなみたいなと思ったら、まだまだでみたいな、なんかもうそれがもう、はあ、もう、はあ、みたいな、もうでもいつか死んじゃうんだと思ったら苦しくなっちゃってっていう、初めて見た、人生で初めて。でもなんか人生初めてをその大きなスクリーンで、まさか 3D で見れたことがなんかすごく今日良かった気がする。え、本当はね、なんかその坊ちゃん終わってから見ようって思ってたんだけど、もう終わっちゃうってなってたから駆け込みで、もっと早く気づけばよかった。でもタイタニックの存在にね、でも多分家だと多分携帯とかどうせ触っちゃうから気になって、映画館で見れて本当良かった。だから別にそのエッチなシーンが本当にエッチに見えなかったんだよね。洋画に目覚めんのかな、わかんないけど、でも感情移入しやすいやつがいいな。なんかそういう、でもハッピーエンドとか少ないのかな、そんなことない。でもそう、人が亡くなったりするとかはちょっと怖いかも。小学生の時に見たんだ、逆にすごい。でも私はなんかすごい、いいもの見たなって感じ。なんかいつもキュンキュンハッピーエンドみたいなものがさ多かったから、なんか深かった、めちゃくちゃ。
んかあんまり私は言葉が上手じゃないからなんか感想とかちょっと薄っぺらく聞こえるかもしれないけどなんか、うん、本当に良かったです。でも一人で見に行かなくてよかったってのもあった。一人で見に行ったら私結構なんかずっと苦しかったかもしれないけど終わってからよかったねって言い合えたのがちょっとよかったです。よかったな。でも本当に私タイタニックってものが何か知らなくてこれしか知らなかったからそう船が沈没するとかも昨日くらいに知った話だったからなんなら昨日まで沈んでハッピーエンドみたいな感じなのかなと思ったけどだからめちゃくちゃ泣きました。ハンカチもちゃんと持っていったし Twitter とか見ててもなんかみんなめっちゃ良かったってやっぱコメント書いてるからまあ泣くわこりゃ。でも本当にどうやって撮影してるんだろうってリアルすぎてなんか、うん、みんないっぱい感想を書いてる。え、なんか同じサイズの船作ろうとしたけどそれは無理だったみたいな書いてあった気がする。泣いた泣いたよ。でも愛媛行く時の飛行機でなんか映画見ようか迷うんだよね。アマプラ保存してなんか見ようかなって思ったりしてる。でももうタイタニックロスすぎる。でも私タイタニックのこと調べたら結構苦しくなっちゃうからちょっと昼間だけで夜はちょっと控えたいんだけど。え、逆にみんなの好きな歌なんですか？好きな歌じゃない好きなシーンなんですか？まあ実話とね、実話じゃないところがあるのも確かだけど、でも物語の部分が本当に素敵だったよね。あー楽器ね、演奏してるとこにあそこもマジで泣きそうだった。なんかさ一人が弾いてさまた戻ってきたじゃんみんなが。
なんか、そこも良かった。なんか、なんだろうね、逃げることを選ばず最終的に、楽しむのか分かんないけど、人のためなのかも分かんないけど、宝石投げちゃったね。ネックレスか。いや、あれはなんでさ、ネックレス投げたんだろう。でもさ、ローズはさ、最終的に結婚して旦那さんもいて、でもずっと言わなかったんだよね、ジャックのことを。でもタイタニックのところまでは行けなかったから、そこに落としたってこと？ジャックに届くように。でもあれはジャックからもらったやつじゃないんだもんね。なんかそこも、そこがなんかすごくリアルだった。なんかさ、普通のなんか恋愛ものだったらさ、なんかそのジャックのことをずっと思ってて、もう何十年生きてきたみたいな、で結婚もできなかったとかだったら、なんかすごい普通のなんか恋愛ものだなって思ったんだけど、ちゃんと結婚をしてて別にそれを誰にも言わなかったみたいなのが、なんかすごいリアルだなみたいなのを感じた。確かに婚約者はちょっとかわいそうではあったよね。確かにみんなも宝石を探してたんだもんね、あのタイタニックを散策した人は。確かに宝石はとか分かんなかったのか、結局で内緒にしててもポイって投げたのか。別エンディングって何ですか、知らない。そんなのあるの。わあ、タコス美味しそう。待って、タコス東京ってでもタコス食べるの高そう。でもこんだけタイタニックで語れるんだと思った自分。なんか全然もっと薄いことしか喋れないかなって思った。調べます、後で。ありがとう。王道キュンキュンも好きだけど、こういうのもいいなって思った。ただ苦しいけどね。でもなんかオチを知ってても見たくなるものだね。そうなんだ、複数バージョン撮ったんだ。キングタコス行ったことある。金タコ、ランリーに連れてかれた金タコ、めっちゃ美味しかった。これタコス食べた。
当に良かった。いや本当に本当に良かった。なんかちょっとハイチュウ食べる。好きなシーンどこなんだろう。でもジャックがローズの絵描いてて、あのあとさ逃げるじゃん、なんかスパイみたいな、スパイみたいな人から。みんな笑ってるのはなんか可愛かった。二人で笑い合って逃げてるのは可愛かった。でもあの名シーンを見れた時になんかめちゃくちゃ良かった。女優さんと監督さんが結婚したの？そうなの？すごい。ディカプリオと女優さんじゃなくて監督？本当に？なんてロマンチック。あと数秒早かったなみたいなのとか見ると切なくなる。ディカプリオは25歳までの女性としか付き合うの？そうなの？TikTok でもタイタニックばっか調べてる今。そうなの？ディカプリオモテまくりでいろんな人と付き合って。そうなんだ。絶対モテるよねそりゃ。そうなんだ。確かになんかローズが生きてたことがすごすぎて。しかもわかんない、私なんかその沈没してなんか溺れて死ぬとかならなんか想像ついてたんだけど、なんかちゃんと生きてって泳げたのにそんななんか投資しちゃうんだと思って、すごくなんかその亡くなり方もすごい切ないというか。
ね、笛吹くシーンが切なかった。そっか、生きろって言われたからか。でもなんか TikTok で見てたんだけど、もうどっちにしろ遅かったかもしれないけど、氷山に残ってたらなんかもっと多くの人が生き残れたかもみたいなのがあってね。でも最初にさ、そのローズが飛び降りようってした時に、この海はナイフが刺さったように痛くてみたいな、冷たくて死んじゃうよみたいなの言ってたから、それがなんかフラッシュバックした。はあ、なんか良すぎた。本当に良かった。でも一人で来てたらもっと泣いてたかもしれない。わかんないけど、しみた。ポップコーンと飲み物があんな減らなかったことないもん。だって3時間いたらさすがになくなるかなって思うやん。なくならなかった。てか早すぎた。映画でこんな早く終わる、早って思ったの初めてだったかも。なんなら結構こうやって時間だけ確認しちゃってたから、映画館で見れて本当良かったなって感じです。ってことでパッキングシーンとやばい。あー、唾飛ばすシーンで笑ってたんだ。笑ってなかったかな。あ、そう、愛媛ジョンマイラブ、間違えた、前鉄が配信されることになりました。アーカイブは確かないんですけど、生配信はあるらしいです。あとは明日がアンドケ放送日なので、わかんない、みんな愛媛来たりしてるだろうけど、ちょっとぜひ見てください。見た方はなんかここのゆなちゃん良かったよとか教えてくださると嬉しいです。自分どこ使われてるかとかわかんないから、お願いします。じゃあちょっと私はもうお風呂に入りたいと思います。ありがとう。タイタニックの話しかしてないけど、ありがとうございました。ランキング見ます。今夜世界からこの声が消えても泣けましたよ。いい映画でしたね。うん、あれはやばい。あれも泣いた、あれも泣いた。あれは一人で見に行ったけど泣いた。13位クロケンさん、12位アキコさん、11位ロータットマークトリモモシさん、10位梅子ぶちゃットマークナトリドンさん、9位ヒロノリさん、8位中心さん、7位アカネちゃん、6位
香港のケーキアットマーク7レンジャーさん、6位 YK アットマーク今日も超かわいい生誕8000日みたいよおめえさん、4位シンスケアットマークナトリドンさん、3位大粒ちゃん、2位出身アットマーク超大盛りナトリドンさん、1位ゆきさんです。ありがとうございました。ということで今日も見てくださってありがとうございました。おやすみなさい。またねー。